皆さんこんにちは、本日はカラトミノさんに取材を行っていきたいと思います。うっす。ほぼちょっと欲しいので。あー、わかりました。ちょっとだけ、はい。じゃあすみません、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっと道口さんに聞きたいことがありすぎて、はい、ちょっと頭で覚えるのがちょっと難しかったので、ちょっと今日はボードちょっと用意させてもらって、はい、聞かせていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい。で、まあ、早速なんですけど、道口さんって田植え始められて、はい、今年で何年目になるんですか？何年目？年目というか、そうですね、平成7年に帰ってきて、はい、その年から田植えをしに乗ったので、はい、田植えをしたのは26回か7回目ぐらい。すごいですね。うん、帰ってきた瞬間から田植え機にすぐ乗ったんですか？そうだよね。あのそれまで、はい、親父があの手押しの歩行型の田植え機でやってて。手押し？手押し？手押しっていうかあの歩行型だったんで。で、俺が帰ってきた時にちょっと面積も増えたからって、はい、親父が田植え機を乗用型って言って乗れるやつ、今皆さん使ってるやつ、まあまああれは小さいけどね、はい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 、で買ってくれたので、はい、それを乗り始めて。あ、そうなんですか。僕でも田植えのイメージとしてもう本当にもう こういうイメージ。それはないわ。いや本当に俺田植え行くぞって言われて、うん、もうこれだと思ってたんです。ずっともう今日終わったと思ってちょっと反省できていこうと思ってたんですけど、なんかじゃあもう結構もう歴で言ったらもう本当に僕の年ぐらいか、まあ僕が生まれた年ぐらいからもうずっとやられてるってことですもん ね。まあ年は俺28だけど。あ、ありがとうございました。はい、そうあ、じゃあ、田植えができる状態になるまで その田んぼがそのできる工程というか、あ、どのようにしてあの形になるの、あのこういう形になるのかっていう。はい、まあ、トラクターの、まあ、今いろいろあるけど、まあ、うちはロータリーっていう機械で、はい、あのトラクターつけて、はい、まず起こす、荒く起こす、土を起こす、起こす、あ、起こす、そうそうそう、はい、畑みたいに細かくはしてないけど、はい、で、で乾かす、乾かし、うん、乾く、はい、でその上から肥料をまく、肥料をまく、はい、こうじゃないか、手じゃない、さすがに機械、はい、機械で、はい、でそれから田んぼに水を入れて、はい、白かきをして、白かき、はい、でまあ苗植えができる状態まで、あ、ざっくりと、あ、なるほど、それであの工程に入るってことですもんね。それから田植えに、田植えですね、ありがとうございます。あれ、田んぼ以外に、まあ、金富農産自体で、どのぐらいの田んぼというか、何ヘクタールぐらいの田んぼを持ってらっしゃるんですか？今年は、あと水張りというか、はい、田植えしたのは、あの方式じゃないのもあるけど、やや51、2丁ぐらい。51、2丁、うん、ヘクタールで言ったら何？51、まあ、正確に 51.5 ぐらい。51.5 ヘクタール。51.5 ヘクタール。うん、それってどのぐらいかかるんですか、大体全部やるってなったら。1週間ぐらい。1週間、うん、でもびっちりやりますよね、朝から。そうだね。ああ、そうですよね。何時ぐらいまでやるんですか？大体5時ぐらいではやめることにはしてるというか、まあそんなに遅くまでやらない。じゃあ役場と同じぐらいですか？そうだね。でもきっと早いですよね、始まるのも。始まる、田植え自体のみんなスタートは7時にしてる。あ、やっぱり早いですね。でも一応その朝ちょっと田んぼの水揚げをしたり、ね、段取りをして、はいはい、で、うん、まあ、田植え自体は7時から5時か5時半ぐらいでもあるけど、はい、あとその他の田植え機を払ったりだとかいろいろ毎日の作業がある。ああ、やっぱそうですよね、うん、その後も残業というか残業あれして、まあまあ、っていうことですよね、うん、そうだね。次の日の段取りとかに結構時間かかったりするから。あ、逆にそっちがやっぱり一番大事というか。そう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 、そうですよね、うん、その作業っていうよりもこの準備というか、まあ、作業も大事だけど、もちろんね、作業をちゃんと進めるための段取りがの毎日も大事ですもんね。あれ、田植え機に乗ったらその苗箱の個数とかってその何個ぐらい？苗箱の枚数？枚数、ああ、あの1回でその戻ってくるまでの枚数。あ、うちの田植え機は本当12個だから48の60、いやいや70枚ぐらい。70枚ぐらいですか、うん、回すごいですね。でもあれ運ぶのもすごい大変ですもんね。一回バー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 やって、うんうん、皆さんでやってますもんね。結構そうですよね、うん、力さっき。そうですよね。で、なんか僕すごい乗ってて思ったのが、うん、
すんごいまっすぐ行くなと思って、野口さん。ああ、GPS 内蔵してるから。あれ GPS ついてる、ここにね。ああ、そうかそうかそうか、そうだ、高いやつ、高いやつだ、そうだ、こいつ高いやつ、そうだそうだそうだ。うちは、なんとなく感覚。あ、感覚なんですか。あの、ケチって GPS をカットしたの。あ、GPS ついてるやつもありますもんね。あるよね、そうですよね。え、本当に感覚というか、なんていうんですかね。なんか、目印みたいなのとかつけてないんですか、特に。あ、ついてるついてる。ついてるよ。ついてる、うん、機械でついてるんですか。なんかピョーンってなんか出てるやつありましたよね。あれじゃないですか。あ、真ん中にね。真ん中になんかビャーって出てるやつ。そうそう。で、植えた時に、はい、なんかマーカーちょっとピュッと降りるんだよね。で、後つけてくのさ。あー、それでそれを見て。あ、見て、あー、なるほど、うん、そういうことですね。そうそうそう。あれ、目分量でいけたらすごいなって。目分量ではいけない、ね、すごいな、すごいなと思ってたけど。あ、そういうことだったんですね。うん、そういう仕組みですね。わかりました、ありがとうございます。で、ちょっとなんか最後になんですけど、はい、あの、この間、ああ、あの、田植えね。そうです、そうです、2台入った時のね。そうです、そうです、そうです。俺の図面をちょっとペン持ってきたんで、はい、書いていただかないかなと思って。ああ、いいですよ。ちょっとお願いしていいですか。すいません。はい、これは、はい、いいかな。あ、はい、いいです。これがいわき号で、ここが道口号で、私はこっちから植えていきます。いわき号はこっから植えていきます。で、いわき号は仕事が早いのでだいぶこっちに半分ではなくてちょっと攻め入られるんだけどで、まあ、ここね、ここ8畳分最後に開けると。8畳分、田植え機が8畳上だから、うん、で、植えてくる。これも同じように、8畳分開けて植えていきます。で、こう行ってこう行ってを繰り返して最後に合体します。あ、そこで落ちちゃうんですね。そう、まあ、だいたい真ん中ぐらいに。今年はもうかな、去年もこういって最後にこういって帰っ、いわき号が帰ってきて、ここでだいたい残り幅を見て、確かいわき号にここ最後6畳分ぐらいを植えてもらったと思います。で、私はあの 6畳植えるということは、あの、隙間が空いちゃうので、最後の1台で私が帰ってくるときにこれで8畳植えて、この縦ラインを終わらせます。で、うちがやってるのはいわき号が枕地というのがあるんだけど、枕地、うん、ここの端ね、ここも8畳分空いてるんだよね、はい。で、こっちが8畳分空いてる。で、いわき号にここにお尻をつけてもらって、ここからいわき号今年ぎゅーっと植えて、最後にここの取り付けで上がってもらいました。で、私もここ、あの、いわき号が行った後に、ここに合わせて、ここからスタートして、最後に、ここで上がって、色塗り終わり、完成終わりということです。ありがとうございます。はい、すごく分かりやすい説明がある。はい、これなかなか難しいんだよ。難しいですよね、絶対難しいっていうか、絶対難しいですよね。まあ、地形によるよ。本日は金富農さんの方に取材の方させていただきました。本当に貴重な経験になりましたし、今後の、役場人生の方にも生かしていきたいと考えてます。まあ、次どこ行くかちょっとわからないんですけれども、また頑張って、暑い中頑張ろうと思うので、ぜひまた次も見てください。よろしくお願いします。本日はありがとうございました。